大体楽の窓です。今回の話題、お隣さんは無視するだけの簡単なお仕事です。今回はこういった話題からお届けしてまいりたいと思います。 まあ私は各所のプロフィールに書くこともありますけれども特定の政党や政治家を熱烈に支持しているこういうことは実はありませんただ良い時は良いと言いますし良くない時は批判するということですよねそんな中で今回のニュースでありますけれども岸田首相もこれ予想以上に こらえているなと私はねこんな風に見えますあるいはご本人は至極当然のこととしてさらっとやっているそういうことならいいんですけれども参院選前とはいえよくねこれをご判断なされたなと逆に驚きます 今回このニュースについては私もそんな見方をするわけでありますけれどもただね言いたいこともね後半動画の後半でちょっとね言わせていただくということにしたいと思いますまずはこちらのニュースですね連合ニュースハングル版向こうのローカル記事から見てまいりたいと思いますタイトル日本 NATO 首脳会議で日韓首脳会談は行わない方向で調整中 こういうね変なタイトルですよね行わないことを調整ってなんだか言葉遣いがおかしいと思うんですけれどもこれは元ネタになる実はですね日本の産経新聞のタイトルがこうなんですよね政府日韓首脳会談見送り調整 NATO 首脳会議でこのように書かれていてこれをね引用した形になっているわけです。 なんだか日本の方が一生懸命ねこういうタイトルですと気を使っていそうしてですねお断りをする頑張って断るというように見えてしまいがちですけれどもどうなんでしょうかねこういうタイトルさて NATO 会議でありますけれども今月2022年6月29、30の2日間でスペインのマドリードで開かれますけれどもここでなんとか お話だけでもというのがあちらの思惑なんでしょうね。日本は気をつけないといけません。それでは連合ニュースハングル版の意訳から見てまいります。報道によると日本政府は韓国が日程共戦期強制動員、市害賠償訴訟などに対する解決策を提示せず、 徳島周辺で海洋調査をするなど、首脳会談をする条件が整っていないと判断した。まずはね、こういう書き出しでありますけれども、文政権時代からですね、徴用工のデタラメ裁判もずっとね、続いているということはありますが、竹島周辺海域での無断海洋調査、これは、 以前からの引き継ぎとはいえ、現ユン政権の意思で、現在もまたこれからもやるぞと、このようにやっているわけですからね、関係改善だとか、首脳会談だといってアプローチしてくるのに、この辺の精神性が私たち日本人にとってはね、到底理解できないというところではないでしょうかね。はい、それから、これに関して、岸田文雄首相に近い関係者は、 韓国がこれまでも約束を守っていない歴史があり日本が積極的に出ることはないと話したと産経は伝えた。はいこういうことでありますけれども本来は制裁や断交という話もあるのですけれどもしかしながら最低限このラインは守ったということでこれはまあこれでいいですよね。このままただし絶対に譲ることなく継続してもらわないと困るということですけれども。 はい、それから NATO 首脳会議でユン・ソクヨル大統領と岸田首相が短時間に会ったり挨拶をする可能性はあるが日本政府は韓国が訴訟問題などの解決策を提示しない限り首脳会談の用意はないという方針だと産経は付け加えたと いうことでねこのように産経新聞の記事をもとにあちらの「連合ニュース」がハングル版でローカルで記事を出していいたととうことですまあしかしながら短時間に会ったり挨拶をする可能性はあるがじゃあ,ありませんよね産経新聞もそんなこと書いてちゃだめだと思うんですけれどもねまあ、確かにあるかもしれませんけども、まあってはならないとこのようにね書いてほしいところですよね。 まあそんな大人げないことをね、私も本来は言いたくないんですけれども、しかしながら子供っぽいズルをしてくるのはあちらさんの方であります。さすがに文政権時代のように待ち伏せ、そんなことはね、しないと思います。待ち伏せしてね、そしてさらには即席の階段に持ち込む、流れ込もうなんていうね、そんなことはしないとは思いますけれども、 ただ立ち話でもね、もしも仮にそこをパチッと写真を撮られたならば、向こうのメディアはそれを使いまして、本当にないことないこと書き立てるということをやりかねません。ですから、どこまで強制力を行使できるかね、ちょっと私もわかりませんけれども、日本は公式の場以外ね、ここまではいいよというそこ以外は、写真 NG というふうにね、そういう 規制をいいてしとこのニュースに対する韓国のネットの反応でありますけれども被害者の我々が解決策を提示だと面白いことを言うとこんなことを、ね、言っちゃっておりますけれどもそれでいいです、はい。万が一解決策を持ってきたとしても それを守られる保障なんかそもそもないですからね日本人一国民としてはそんなもの期待もしません持ってきたとしてでもありますそれこそそんなものをね持ってこられてじゃあ約束しましょう話しましょうなんて言われたところで 約束をねこれ守らなかったことに対する約束を新たに持ってこられてもね困るんですよねそんなもの誰が信じられるかということですそれから屈辱外交をやめて血が昇って沸騰するとはこんなこともね言っておりますけれどもだからだからであります本当はお互いね私たちのこともですがあなた方は無視するそれが一番なんだということですよね。 そうすれば本当にお互いすっきり何の問題も生じないということですなぜこうしていちいち嫌だ嫌だと言いながら絡んでくるんでしょうかねはいそれから我が国が定正制いる限り日本はそのような態度を続けるだろうということでありますけれどもあなた方がどこが定正制なんでしょうかね まあ確かに今のユン政権日韓関係改善だとかあるいは国民からは親日派などと呼ばれているようでありますけれどもそんな人がですよ竹島の海域周辺にですね無断で海洋調査など今後も続けるぞと堂々と宣言するこんなことをするはずがないということですそれからもし日韓会談をすることになっていたら日本に屈した日として記録されるところだった ここんなことを言っておりますけれども、日本だってそんな記念日をメモられたらたまったものではありません毎年毎年その日になったらギャン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 大騒ぎされるたまったものではありませんからねそれからもう一つね記事がありますのでこれもちょっと見てみたいと思いますけれどもこれは「レコードチャイナ」記事のタイトルが「中国とはしたのに韓国は無視」。 アジア安全保障会議での日韓会談見送りに韓国ネットが反発と、こういうものであります記事の内容。2022年6月12日、韓国メディア YTN はシンガポールで開かれたアジア安全保障会議で日本は日米韓国防会談を通して 韓国と協議したたと報じたしかし記事は中国は日本と領有権で争っている尖閣諸島周辺海域に頻繁に政府の船舶を送っており両者の緊張状態は高まっているが日本と中国は2年半ぶりに国防省会談を実施だが日韓での2者会談は行われず。 岸防衛大臣は会議の場で、李国防長官と目を合わせようとすらしなかったと報じられていると伝えた。こういう、ね、内容であります。目を合わせようとすらしなかったというのはね、これ本当に最高ですよね、岸防衛大臣。この文言が日本のネットニュースでもね、ネット上でも踊りましたからね、当然だとは思いますけれども、 安全保障会議にのこのこ出てくるなら、まずはレーダー照射をしたことについて弁明なり謝罪するなりするべきであります。今回出席してきた向こうの李国防長官ですか、すっとぼけてますよね。本当に話はおそらくお首にもね、出さなかったというところだと思います。それは岸防衛大臣じゃなくてもね、普通の人の感覚であるならば、 なんなのこの人というふうになりますよね。あの時どうもすいませんでしたとかね。普通の一般人どうしたってね、なんかあった場合には、次に会った時にそういうね、謝罪をするものですけれども、おそらくこれね、目も合わせなかったということで、 なんだそういう言葉はね出さなかったんだと思います。すっとぼけていただけなんだと思います。このニュースについての向こうのねコメントでありますけれども、ユン大統領は日本の汚染水放出にも沈黙していた福島産水産物も輸入解禁するだろう。こんなことをね言っちゃっておりますけれども、 福島産輸入禁止で結構ですと。私はね、まあ、ただね、関係者の方々には本当に申し訳ありませんけれども、日韓関係においてはね、結構ですと言いたいところですよね。それと、 そうした上で日本や西側諸国には混じってこないでください要するに TPP などもですね入ろうなんていうことはくちばしるなとこのようにね言いたいところであります本来はそういうことがセットだったはずなんですけれどもね文前政権の時も福島さんなんか絶対解禁しないよとなぜなら TPP だって入る気ないよとこういうことだったはずだと思います。 それから、日本は今でも独島や朝鮮半島を狙う敵国。歴史上、日本がただの一度も私たちに良いことをしてくれたことなどない。こんな日本を受け入れて、ジーソミアも継続するとは、新日売国土がやりそうなことだ。こんなことをね、言っております。だったら、アメリカにそう言えばいいんじゃないでしょうかね。 それは誰が大統領になろうとも面と向かってはっきり言える政治家などいないということなんでしょうね。だからこうしてね、イラ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 ,イラ国民をしているということだと思いますあの軍前大統領ですら、ふらふらとね、なんて言うんでしょう、こう葛藤をしながら、結局は最後はやっぱりね、まあ、 面止,止め置きだみたいなことをやって切るということはできなかったわけですからねスパッとあれほどわかりやすい反日主義者というのもねなかなかいないとは思うんですけれどもあの人にしたってそんな状況でしたからね。 まあどうもですね、アメリカを挟んで GSOMIA という同じ枠組みに日本とは収まりませんよと入りませんよというのが向こうの愛国精神の合言葉のようでありますからね、勝手にしてもらいたいところでありますけれども、こちら日本としても機密情報が北や宗主国様、あるいははたまたロシアなんかに垂れ流しにされてはたまったものではありません。 この前、タイ人のネット上のコメントでこんなものを、ね、実はご紹介さしあげたんですけれどもアメリカ軍関係者の経験談によりますと自衛隊との協力関係は韓国よりもはるかに信頼がおけると言います。 合意事項や決め事などにおいて全く違反がなかったそうですというねこんなコメントも以前ありましたご紹介したことがあります当たり前の話でありますけれどもねそれを守られないかもしれないということが本当に恐ろしいところであります軍隊としての質もそうでありますけれども先ほども言いました通り機密保持という観点からアメリカさんは本当のところどのようにね思っているんでしょうかね はいということで今回もここまでご視聴誠にありがとうございましたチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録のほど何卒よろしくお願い申し上げます実は先ほど前半のニュースで日韓首脳会談はやらないよというねそういう話題に寄せられていた韓国のコメントの中にもう一つおそらくあちらで言うところの保守層だと思いますけれども保守派だと思いますがこんなのもありました 冷静に待ちましょう。日本の参院選が終わったら日韓会談の機会はいくらでもまたあるでしょうから。こんなね、意見もあったわけです。私たちも、私たち日本人もそんなね、嫌な予感はしておりますけれども、向こうの人ともね、そのようにやっぱり見ているということですよね。嫌ですよね。 岸田さんも世論の様子をよーく見て支持率を維持するそのための立ち振る舞いは意外とですね妙にうまいところはあるようですからねただ私たちはねそれでも騙されませんよというところは常に日頃心の中に、ね、きっちっとこう持っているということはあると思いますけれども参院選後どうなるかであります確かに人は悪くなさそうにも見えるんですけれどもね岸田さん 本当のところ何がしたいのかが私にはさっぱりわかりません。よく言えばバランス。悪く言えば支持者の方には申し訳ないんですけれども、適当にね、ちょっと見えてしまうんですよね。いずれにしても、あとはですね、日韓関係においてもこうしてね、参院選後も突っぱね続けることができるかどうか、それだけでも相当効き目はあるはずでありますから、 あとは海洋調査ですね。それに対する制裁をやるかやらないか。その辺が一つの見極めにはなると思います。もうすでに韓国経済はねガタガタだと。そんなニュースも連日ネット上に上がり始めております。いずれにせよ日韓の間でノービザ入国。 これはですね、絶対に復活してはならないと私は思います。いざ向こうが完全に経済破綻したような時、あるいはですね、これは少なくとも在韓米軍がいる間は可能性が低いとは思いますけれども、有事、こういうことがあった際には、まず真っ先に逃げてくるのは、 日本だと思いますからね、特別永住者もたくさんいますから呼び寄せます。そうなったらもう収集がつきません。ですからその辺はですね、ぜひね、ノービザ解放なんていうのはね、やらないでほしいところでありますけれども、この前は韓国大商談の新書も自ら手渡しで受け取っちゃいましたし、林外相もユン大統領就任式に送り出しました。その後の国民の反応もね、おそらくこれよく見ていたんだと思いますけれども、最近はあんまし、 日韓関係改善待ったなしなんてね、言わなくなりましたよね。確かに今はですね、まあこれおそらくサムネイルやタイトルにも書いていると思いますけれども、無視するだけの簡単なお仕事、こういうことだと思います。でも、あるいは参院選後にですね、岸田政権はもしかしたら、なんてことがあるかもしれません。 林外相もいますしね国民の目も注意は怠れないと思います皆様はどのようにお考えでしょうかそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ